皆さんこんにちは。この時間はなでしこリーグの協力のもと週一なでしこカフェお届けしていきます。 MC の森口香織です。よろしくお願いします。お願いします。そしてサッカーキングハーフタイム金曜レギュラーとしてもおなじみ長谷川優ちゃんです。よろしくお願いします。さらに今日はゲストをお二人お招きしています。ジェフユナイテッド市原千葉レディースより上野咲希選手と山根恵里奈選手です。よろしくお願いします。拍手が大きくなった。やったー。拍手が大きくなった。ちょっと始まるのが遅れた理由はですね、はい、打ち合わせが盛り上がらないって気づいたら1分前だった。そんなことありますか。あかんあかん。こんなに打ち合わせが盛り上がる。かなり、かなり、はい、かなり時間見てなかったっていうね。見てなかった。お二人はこうやって生で喋るような番組ってよく出たことは全然出ないんで。全然、はい、すごい今緊張してますか。緊張してます。大丈夫です。噛んでも何しても自由なんでここは。はい、緩めですね。緩め。はい。お二人にはユニフォーム持ってきていただいたんですけども、はい、山根選手の番号が27にこれは決まった、はい、ということですか。はい。お、これ初お披露目。初お披露目です。おーやったということはもう8月1日に戻ってこられて登録も完了した。登録はい終わったみたいです。多分おかえりおかえり、ね、おかえり終わったらしい。もう一回確認しておきますけど、はい、終わったはずです。今週終わったはずです。終わった、はい、終わってると聞きました、はい、私も、はい、大丈夫ですけど、はい。ということで今日はね、はい、楽しくもう女子ばっかり、うん、先週ね、ミスさんで、ね、はい、ちょっと初めての男性でしたけど、はい、今日また女子ばっかりで女子会でお送りしていきます。ではゆうちゃんラインナップお願いします。はい、今日はなでしこリーグ第10節をハイライト映像とともに振り返った後、私が選ぶ推し選手、私の趣味とオフの過ごし方、視聴者の皆さんとカフェトークと、この3つでお届けしていきたいと思います。はい、この番組はサッカーキングの YouTube ペリスコープで配信しています。ぜひチャンネル登録とフォロー、そしてグッドボタンをお願いします。お願いします。それでは週一なでしこカフェ開店です。これいつも忘れちゃう。開店です。どうした選手にも出ていただいたんですけど、まあ、出ていただけると思ってなかったんで。Now it's gonna be very Abraça Saka King e todos os torcedores madridistas aqui, aqui do Japão. さあ、ここからはですね、上野選手、山根選手と一緒に直近のリーグ戦のお話やピッチ外のプライベートのお話など伺っていきます。まずはお二人のプレーの経歴をご紹介します。はい、上野咲希選手は1994年11月20日生まれの24歳、千葉県出身でポジションは左サイドバック。浦和レッズレディースユースを経て2013年にジェフユナイテッド市原千葉レディースに入団。加入初年度になでしこリーグの新人賞を受賞されました。すごいですよね。この時どうでした、新人賞もらった時って。いや、1年目でなんかすごい、いやあんま実感なかったんですけど、まあ、その表彰式で新たになんかすごい実感が湧いたっていうか、なんかわすごいなっていうことしか覚えてないですね。取ろうって思って取るもんなんですか、こんなって。いや、もう1年間やりきって、うん、で結果がこれだったので。どういう感じで伝えられるんですか、本人には。いや、普通になんか何も普通にシンプルに、うん、新人賞だよみたいな感じで言われて、もっと断面的に言ってほしいですよね。おはようぐらいの新人賞だよみたいな。あ、そうなんですかみたいな感じでした。そして、はい、その年の9月に、うん、日本女子代表に招集されまして、はい、ナイジェリア戦で初出場、はい、そして2017シーズンからはチームのキャプテンを務めています。はい、22歳の時から、ね、大学卒業して社会人1年目の年から、そんな時からキャプテンってすごいプレッシャーじゃないですか。前のキャプテンも同い年ぐらいから始めてて、それを見てきてたので、まあ引っ張っていくっていうイメージは自分の中でできなかったんですけど、まあ自分の何か変わるきっかけになるかなって思って
はい、始めました。すごい。その時任命されるんですか、うん、それともやりたいって。その時はやってみないって言われて、ちょっと考える時間欲しいって言って、やっぱりちょっと一回考えたんですね。はい、そうなんだ。どのくらいこの期間考えましたか。いやー、でも1週間なかったかなぐらいで、はい、決めましたけど、はい、やってみたいって、はい、やってみますっていう形で言わせていただきました。まだ24歳なのに、ねえ、すごいしっかりしてる。では続いて山根恵里奈選手ご紹介します。1990年12月20日生まれの28歳、広島県出身でポジションはゴールキーパーです。JFA アカデミー福島、東京電力女子サッカー部マリーゼを経て、2012年にジェフユナイテッド千葉、ジェフユナイテッド市原千葉レディースに加入。なでしこジャパンでは2015年のワールドカップカナダ大会、翌年のリオオリンピックアジア最終予選のメンバーにも選出されました。そしてその後、2017年の7月にスペイン女子リーグ1部のレアル・ベティスへ移籍。リーグ戦32試合に出場して、先月1日に古巣のジェフ千葉レディースに復帰しました。マリーゼからジェフに行ったのは震災の影響でっていう時なんですか。そうですね、震災でマリーゼが活動休止になって、うん、でその年はサッカーからはちょっと離れてたんですけど、うん、まあ、2012年開始の時に、まあ、もう一回復帰しようというか、やっぱプレーに戻ろうと思って、うん、でそこでジェフに行きたいっていう思いがあったので連絡を取って、うん、はい、やっぱりそれなんかサッカーで皆さん元気づけたいとかそういう思いがあったんですか、その時って。そうですね、1年間その離れてた期間は仕事をしつつボランティアとかでもう福島の方に行ってたんですけど、その中でやっぱりお世話になった方に再会する機会もあって、うん、でその時にかけられる言葉が高校の時から言ってたんで、うん、なんていうんですかね、ボランティアに来た子とかではなく、うん、サッカーの子、サッカーやってて、うん、そう、うん、っていう感じで、あ、やっぱ皆さんそういう目で見て応援してくれてるんだなっていうのを気づいたので、うん、もう一回戻らなきゃいけないなっていうふうに思って、うん、でそれで、まあ、ワールドカップとかも見てわざわざカナダまで連絡をくれた方も結構、はい、いたので良かったなって思いました。すごいですよね。でもその1年間ブランクがあっても実戦復帰ってこうやっぱ体的にも難しいじゃないですか。しかも怪我をしてての、1年やってなかったんでリハビリからのスタートだったんですけど、まあ、それでも受け入れてくださったジェフには本当に感謝してますし、はい、山根選手がこうゴールキーパーとして日本代表に登場した時はもう日本の女子サッカーファンが震えましたね。なんかこう女子ってなかなか体格のいい選手にチームに勝てなかったんですよ、一時期。こうそれこそドイツとかアメリカとか体格の強いチームに勝てなくて、でもこう技術とかこう戦術とかでフィールドプレーヤーこうやっぱ戦えるようになってきたけど、どうしてもやっぱりゴールキーパーって技術だけだと難しい部分ってあるじゃないですか、うん、その時に山根選手が登場した時にこれ日本女子サッカー来たんじゃないかみたいな、すごい期待値あります。感じました、そういうの。そうですね、まあ、でも結局自分はでかいだけかなって思うのも事実なので、はい、そんなことないですよ。そんなことないですよ。まだまだやらなきゃいけないことがたくさんあるんですけど。身長何センチですか？身長何センチ？188ですね。なんかさっき190でいいんじゃないって書いてありましたありましたよね。ちょっと2年前も187から8に変えるのをためらったんで、本当に。あ、そうなんですか？伸びたんですよ。まだ伸びてる。最近伸びた。25ぐらいの時伸びたんですよ。すごい。すごい。それも結構抵抗したんですけどね。抵抗したんですけど、まあいいか。子供の頃から大きかったんですか？そうですね。多分頭一つ抜けてたと思います。何食べてそんなに、なんかあるんですか秘訣は？なんですかね。お父さんお母さんも大きい。父と母は大きいんで、それプラス本当にたくさん食べてたんで、うん、何歳ぐらいで一気に伸びました？中学校入って中学校3年間で21センチの部分、制服の買い替えがすごいですね。あ、姉は小学校6年生で72あったんで172あったんで、やっぱり大きいんだお姉さん。だから姉のお下がりを、うん、があったんでよかったんですけど、うん、
一時期スカート切った疑惑を足が短だけなのにかけられました先生。上履きもどんどん合わなくなるしね。上履きは1年間で2回買い替えました。最終的に特注。え、足のサイズいくつですか？足28センチです。わー、すごい。すごい。じゃあメンズの靴ですか？メンズですね。基本的になんか服とかもメンズの M サイズとかがきっちりはまったりするんで。そうなんだ、なんかすごい。そうなんですよ。なんでレディースの服着るとなんかちょっときつい、合わないな、きついっていうか、買った方がいいんだけど、なんかこの辺ちょっと形が合わなくてしっくりこないんですよ、ね。いや、上履き特注は初めて聞きました。1年で2回買い替えるって。いやもう、いつからサッカーは背が伸びたからサッカー始めたんですか？いや、伸びる前からやってました。いつ頃から？小学校3年生から始めてました。最初ポジションは？サイドバックだったかな。それは意外すぎる。そうなんですよ。なんかでも最初ルールとかもわけ分からずにやったんで、なんかどこやってんだろうっていう、自分はあまり分かんなかったですけど、今思えば多分サイドバックやってたと思います。まあ子供の頃ってそういう感じですよね。はい、途中でゴールキーパーに変わったんですか？中学校2年生で、そのスーパー少女プロジェクトっていう JFA のプロジェクトに応募したのがきっかけでゴールキーパーになりました。そこまでのタイミングではまだキーパーじゃなかったの？出会ってないですね、キーパーには。そうなんだ。じゃあプロジェクトの時はもうすでにキーパーだでこう呼ばれてるのか。本当に初心者でした。サッカーは初心者じゃないけど、キーパーは本当に初心者。そうなんですね、はい、すごい。またじゃあキーパーやるとその別の面白さみたいなのも出てきました？そうですね、あ、自分に一番サッカーやる中で自分に一番合ってるかもしれないと思いました、ポジション。どういうところが？なんどうですか、 やっぱ身長を活かせるなって思ったんで。コメントでバスケ界が欲しがりそうとか。確かに。バレーボールとか。私はバレーボールがしたかったんです。本当は。そうなんですね。母親がバレーボール選手だったんで、へー、やりたかったんですけど。なかったんですか？小学校になかったんですよ。あ、それでサッカーをやることに。それで体力作りのつもりでサッカーを始めたらそのまま続けちゃったって。どちらにしてもなんか才能は出てきそうですよ ね、きっと。いや、どうですか、ね、上野選手がサッカー始めたきっかけは？は、幼稚園の頃にグラウンドでやってる男子たちを見ててやりたいなって思って。あ、自主的に思ったんですか？本格的にチームとか入ったのは？は、小学校1年生の時に女子のチームがあったんで。女子のチームがあったんですか？はい、なんだ。で、同い年でも結構何人かやりたい子がいたんで、一緒に入ってっていう形で始めました。最初はポジションどこだったんですか？もうポジションなんてないです、小学校1年生は。お団子です、お団子です。ボールの部屋とかいつからそのプロ意識し始める？プロっていうのはそのちゃんとなでしこリーガー、なでしこリーガーっていうイメージもないか。選手になりたいっていうのは、まあ軽く考え始めたのは小学校4年生の時とかだけど、将来、ね、本格的に考えたのは小学校6年生で、中学でどこでサッカーやるかっていうのを考えた時がきっかけだったと思います。じゃあその頃に将来の夢はサッカー選手って？はい、卒論には書いてました。あ、へー、すごい、すごい。書いてない。書いてない。なんて書いてたんですか？バレーボール選手。違うじゃん。競技が違う。違う。かなわず。かなわず。悔しい。いやいや。面白い。なんか対照的ですね、お二人は。そうですね。いろいろとね。ね、身長も。小柄ですもんね。はい、4つ離れてることになるんですか？そうですね、年齢的には4つですね。でもなんか普通にあれですね、タメ口というか。あ、全然そうですよ。あんまり上下関係的なあれはないんですか？そうですね、あんまりジルは厳しくないですね。先輩のことは絶対だみたいなないんですか？ないですね、ない。むしろそんなもうやめてくれ。ない。焼きそばパン買ってこいみたいな。いやいやいや、自分が行きますよ。すごいブランク。いいチームですね、なんか。ではお二人のなんか人となりがなんとなく分かってきたところで、次のコーナーに移ります。はい、さてここからはですね、8月31日土曜日に、いよいよリーグが再開しまして、はい、相模原祇園スタジアムで行われましたなでしこリーグ第10節野島ステラ神奈川相模原対ジェフレディスの試合を振り返っていきます。はい、この試合では曽根菜々美選手、鳴宮由衣選手のゴールによりアウェーのジェフレディースが2対1で勝利。上野選手は先発フル出場、山根選手は復帰直後のため出場ありませんでしたが、ピッチ外からの目線も含めて一緒に振り返っていただければと思います。
それでは試合のハイライト映像を見ていきましょう。これとあの音声も生きてるので全然自由に喋っちゃってください。まず後半戦がこの試合でスタートだったんですが、はい、チームとしての入りはいかがでしたか？そうですね、練習でやってきたことが前半の、まあ、得点シーンですね、はい、前半7分曽根選手のゴールで先制です。曽根選手20歳になったばっかり。そうです、まだこの時は19歳です。9月2日生まれ19歳で、これ初ゴールですか？リーグ初ゴール。うわー、嬉しいなー。10代最後にそこでましたね。2人かわしてですからね。いいシュート。曽根っぽいんですよ、これが。落ち着いてて曽根っぽい、はい、トラップちょっと足元入りすぎちゃったかなと思ったんですが、その後めちゃくちゃ落ち着いてましたね。全然慌てることなく。そしてここは失点シーンですかね。攻められるシーンですね。取られて、このシーン覚えてますか？上手でした。上手でした。上手の動き出しが上手でした。ここで同点に追いつかれるんですが、はい、この後ですね、ちょっとプレイは絶妙だ。ここのタイミングうまいですね。やっぱり敵としてやっててもそれ上手いなとかって思うんですが、はい、動き出しとかは特に。私このジェフのこの綺麗に散らかる感じなんです。そして後半ですね、はい、お股抜き、ここで鳴宮選手のゴールで、はい、これが決勝点となるゴールと、はいうことですね。もう落ち着いてますね、間綺麗に。本当だ、これでもキーパーとしても難しいですよね、股抜きで来られちゃうと。そうですね、やっぱボール見えなくなってる瞬間なんで。ということで、はい、2対1で勝利となりまして、再開の。この後ちょっと登場するんで見ててください。登場するんですか？いいですよ。ゴローンって、これ可愛いですね。これ可愛いですよね。試合あんなに走った後回転してクラってなんないですか？いやでも勝っても気分はハイなんで。あ、そうか、そんなの感じないですね。全然関係ないです。はい、来ました。出てきたやってる。ラインナップやっぱ真ん中大きいな。大きいですね。大きい。最初ね、ユイが隣にいて、あの鳴宮、はい、7番のが隣にいて、それはさすがにミスだって言って一瞬変わったんですよ。やっぱ気にするんですね、そこ。まあユイもちょっとこれミスミスって言ってヒロ、こっち間に。山田選手はあの ベンチから見ててどうでした？ベンチからじゃないの、観客席から上から、はい、どうでしたこの試合は。最初すごいいい形で試合入ったなって思って、まあ、点を取ってしばらくしてから、あ、ちょっと流れが落ちてきたなっていう時に、うん、あの失点をしてしまったんでどうかなって思ってたんですけど、まあ、しっかり粘るところで粘って、うん、あの点が欲しい時間に鳴宮の点が入ったと思うので、まあ、そこから耐えれれば、うん、てるかなって思いながら見てたんで。離れてる間にチームの変化ってありました？いや、若返った。あ、若い選手が多いのか、私が年を取ったのかわからないですけど。かもしれないですね。いや、本当に気づいたら私上から2番目の年なんで、 あのこの端のキーパーの船田と、はい、うん、あの山崎丸美と私がその同い年で上からもう2番目になってしまったんで、あとはもう本当にフレッシュな選手がたくさんいて、あーですごい見てて面白いので、なんか千葉ってこう走る、みんなで頑張って走るチームっていう印象あるんですけど、上野選手からこう今年こう変わったなっていう点とかってありますか？走って戦うことは今までと変わらないんですけど、それプラス今の監督がこの技術をもっと高めるっていうのを去年からずっと意識して練習やってるので、はい、まあ、そういった部分では試合の中で、まあ、パスつないでゴールに向かうっていう姿勢が増えたなとは思います。
やっぱりじゃあそのチームもこのシーズン通してどんどん進化してるなってのもあります？そうですね、それは結構後半のさっきの、まあ、野島戦でも感じてたんですけど、まあ、辛くなったら蹴ることだけじゃなくて、まあ、一人一人がまあドリブルで相手を抜いてったり、まあ、パス相手外したりっていうのが、まあ、試合の中から少しずつ出てるだとは思います。なんかこう再開を幸先いい感じでね、うん、勝ってスタートするってのはいいですよね。後半戦も絶対勝って始めていい流れで行こうって話してたんで、うん、それはいい形で始めてたかなと思います。いい流れができそうですね。そうです。しかもアウェーでしっかり勝ってっていうのは大きいですよね、うん、はいはい、では他の試合はですね、はい、ハイライト映像は1個だけなんですけど、はい、他の前節の試合を振り返っていきましょう。はい、こういう結果になっています、うん、すごいのがレッツが6対0で、はい、6対0の菅沢選手のハットトリックがあったんですね、うん、あとベレーザは、はい、私この試合、はい、行ってました。2得点、はい、この1点先制してから2点目までが少し時間空いてしまって、うん、なかなか難しい時間帯が長かったんですけど、うん、ブレないし焦らないし、うん、ここでしっかり追加点取って勝つっていう強さがありましたね。あとあの神戸の試合は、うん、あの岩手であったんですよね、はい、でゆうちゃんが注目してた、はい、古田森岡とダブルヘッダーの試合だったんですけども、はい、1枚で2試合見れるっていう、なんとお客さん3108人入りました、うん、だからちょうどアイナックの普段の、まあ、はい、いい時のね、うん、観客と、はい、観客とグルージャーがまた平均が1500人ぐらいなんですって、はい、そうです。だから本当にたくさんの人が来てくれて、これぐらいやっぱり3000ぐらい入ったら違いますよね、空気、はい、雰囲気全然違うと思います。だからそれぐらいね、毎回毎回来てもらったらもっともっとリーグ盛り上がりますよね、はい、続いて2部見ていきましょうか。はい、はい、2部の結果こちらです。はい、エルフェン4点取ってるんだ。本当だ、うん、4対2。こちらはね、やっぱり2部は、はい、多いところで、でも800人、セレッソはね、うん、800人入ってます。おー、だからあ、ホームか、ホームで、うん、あのね、コンスタントにやっぱ2部でもこう3桁ではなくて4桁行きたいですよね。そうですよね、うん、その普段の応援の声ってやっぱりそのお今日多いなとか感じます？はい、試合中も、はい、結構感じる部分がありますね。そうですよね。ぜひね、この番組をご覧になって、また応援に行っていただければと思います。はい、はい、で、次節の対戦カードなどはね、はい、番組の最後に改めてご紹介していきます。以上、なでしこリーグ第10節の振り返りでした。ここで一旦コマーシャルです。本日の特集です、はい、まず一つ目の企画がこちらです。ドン、じゃじゃん、出ない、じゃじゃん、はい、はい、私が選ぶ推し選手ということで、上野選手、山根選手にプレーや人間性、ビジュアルなど自由な切り口で好きなサッカー選手を選んでいただきました。でその選手について思う存分語ってもらう企画です、はい、まず上野選手が選ぶ推し選手がこちらです。ドン、じゃじゃん、おー、チームバラバラだ。バラバラですね。そうですね。まず深澤選手はどうして推しなんですか？とリサさんは去年までジェフで一緒にプレーしてて、はい、はい、でサイドバックとサイドハーフっていう縦関係でずっとやらせてもらってたので、そうですね、もうジェフでずっとベテランで戦ってたリサさんの背中はもうすごいものでした、うん、でも本当尊敬、そうですね、もうこの背中が走ってる限り走んなきゃなっていう気持ちが、かっこいい、すごい、後輩にそんな言われて嬉しいですよね。ちょっと今の言葉ちょっとメモっといてください。本人に流してください。本人に教えてあげたい。かっこいい。このね、もしゲストへ来ていただいた時に ね教えてあげたい、お伝えしたいですよね、うん、プレーの話もよくするんですか、うん、よくしてましたね、はい、2人でいっぱい走って左サイドでボール取ろうっていう感じでした。じゃあ本当尊敬する先輩っていう感じなんですね。
船田真由選手はどうしてですか？今、ジェフでゴールキーパーやってて、うん、まあ私がジェフに入って今7年目なんですけど、1年目の時にいて、まあ1回移籍しちゃったんですけど、うん、でもその時からいろいろ話聞いてもらってて、まあ何かあればちょっとしたことでも話すっていう、もう相談相手、相談相手で結構ズバズバ言ってきてくれるんで、そうなんだ、はい、それも嬉しいですね、厳しいことも、はい、言ってくれる、はい、へー、あの船田選手のプロフィールを見てたら、うん、遠征には本を必ず2冊持っていくって書いてあって、はい、結構理性派の感じなんですか？そうですね、読書家、はい、結構なんか思わ、なんつうんだろう、考えずに行動してしまうタイプと、うん、考えても行動するタイプ、あ、そうなんだ、はい、本でなんかすごい的確なこと言われて、あ、そうだったよねみたいな感じになることが、なんか覚えてます、うん、言われて印象に残ったことって、なんだろう、いや具体的なことは覚えてないし、多分こんな感じの性格なんで、性格がそういうのもらったのに、そう、まあ、その時に納得すればね、そう、その時納得して抜けてる、その時すっきりするから、血となり肉となりその後染み込んでるんですよきっと。続いて、栗島あかり選手は浦和レッズレディスの選手ですが、はいはい、ジェフ、あ、来る前のレッズレディスの時の同期で、で高校の時から2人でこう、高校生に上がった時に、まあ、同級生が2人だけになってしまって、そこから3年間ずっと一緒にやってたっていう中で、まあ、今となっちゃいいライバルみたいな形でもあるんですけど、まあ、常に笑わせてもらっててすっごい面白いんですよ、あかりは。今でもよく連絡取ったりとかもするんですか？そうですね、まあ、何か話したいことがあればご飯行こうよって誘って、あの、私またプロフィールチェックしたんですけど、うん、はい、好きな芸能人妹綾子さんって書いてるところから、はい、面白いですね。絶対面白い人じゃないですか。面白いと思う。来てほしいな。ね、来てほしい。ぜひお待ちしてます。はい、来てください。来てください。来ました。公開オファー出てますね。では続いて山根選手が選ぶ推し選手、はい、こちらです。おお、新しい、斬新、はい、全員推し、選ぶ気がなかったのか選べなかったのかはちょっとスルーしていただいて怪しいですね、あれどっちだ、それは怪しい、そうですね、若手、うん、うちの若手、うん、いいのたくさんいるんでぜひお願いします。具体的にどんなところがいいと思いますか？まあ、もうとにかく元気ですし、で、まあ、この間さっきハイライトでも点取ってましたが、曽根菜々美、うん、ピチピチの二十歳、若いですよね。でも私が海外行く前は彼女高校生だったんで、そっか、はい、もう他にも小澤宏っていうフォワードの選手だったり、うん、ディフェンスの名前忘れ、千里、一ノ瀬、一ノ瀬見えてます、普段呼ばないんでもそうとか、みんな高校生で、多分私はずっと怖い存在だったと思うんですけど、本当になんか でかいし、いやいや、物理的なガンガン言うし、うん、ピッチ上では優しく言ってる暇ないんで、うん、まあ、そうですよね、試験の中では、し、うん、本当多分ちょっと怖かったと思うんですけど、もう帰ってきて気づいたら、あれもう何、未成年じゃないの、大人になったのそうっていうのもありますし、もう本当にプレーの部分でも伸びしろがたくさんあって、うん、で今は本当にユースの年代にも年代別代表にコンスタントに出る選手もたくさんいるので、うん、って考えると選べないなっていうのと、まあ、この子とかって選んじゃうとちょっと波風立っちゃうチームの平和のためにね、フラットにっていうので、もうみんな、なるほど、今若手と言いつつ、まあ、こういう中堅ベテランも本当に頑張ってるので、うん、でもさっきも雰囲気すごい仲良さそうで、いい明るいチームでしたよね、本当ですね、まあ、それも若手が結構ガンガンこう来てくれるからっていうのもあるんですけど、うん、はい、ベテランも全然、私もだんだん丸くなってきて、性格も、うん、ちょっと待ってください、丸くなってきて、私も結構、いや、全然もうね、2年前もトゲトゲしてました、そうなんだ、帰ってきて変わったなって思いました、はい、丸くなった、次って何があったのかちょっと気になりますよね。上野が新加入で入ってきた時と、うん、その2年前もまたちょっと多分違うし、で2年前と今もまたちょっと違うし、そうなんですね、なんか私も大人の階段登ったなんかそれご自身で意識して変えようとか思ったんですか？いやー、
どうなんですか、環境の変化とか、ガミガミ言うことが全てではないっていうのを、うん、まあ思いましたし、なんかこうやっぱあちょっといけないんだなって思う瞬間がいろいろあったんだと思うんで、うん、はい、徐々に変化が、徐々に徐々に、ちょっと気になるな。だから逆にね、そのスペインの生活でも何があったのかとかもちょっと後々聞いていきたいですね。うん、はい、後々ちょっとスペインのことは詳しく、はい、うん、皆さん割とねスペインの話聞きたいっていう話を来てましたね。来てたので、うん、ちょっと後で具体的にスペインの話は、秘密。じゃあそこは聞きますよ。もうあの打ち合わせで NG なしって聞いてるんで。そうそうですね。そうでしたね。聞きたい聞きたいって言ってる。じゃあちょっと後で聞きますので、はい、うん、はい、まずはこのコーナー以上、私が選ぶ推し選手でした。はい、続いての企画はこちらです。ドン、はい。私の趣味とオフの過ごし方ということで。はい、ここからはピッチ外でのプライベートの過ごし方や趣味についてお二人に写真をご用意いただきましたのでご紹介していきます。でまずは上野選手の写真からどうぞ。ドン、どうぞ。あ、羊かわいい。これはどこですか？これはマザー牧場ですね。はい、チームのみんなで行ったんですか？そうですね、はい、チームのメンバー田中真理子、船田真由、大山とかのと私の4人で行きました。よくこうやってお出かけするんですか？そうですね、休みの日は基本的にいろんなとこ行く方が自分の中ではリフレッシュになるので、はい、アクティブ。はい、そうですね。一人じゃなくて割と大勢で行く感じですか？そうですね、一人は少ないかもしれないです。うーん、まあ、確かにマザー牧場一人で行く感じ。何があったんだろうってちょっと心配になっちゃうみたいな。市原ゾウの国じゃないのか。ゾウの国じゃないですよ。後ろのおじさんも連れてかけた。あの人は違う。あの人は違う。違います。映っちゃったかな。続いての写真は、はい、あれ。あ、チリ絞りだ。マザー絞り。はい。どうでした？やってみて。え、なんか思ってるとこと出るとこが違って。バケツの中にそうでバケツ外か出ちゃった。ギュッてやるとピーってどんどん違う方なんだ。まっすぐこう先じゃなくて、なんか押した時になんか偉い方向に行く時あるんだよね。あ、やばいって思って、これは成功した時の笑いです。なんていくの？3テイク目ぐらい。嘘。すごいいいオフですね、はい、これで、さらにまだまだアクティブな写真がいっぱいあるんですね、はい、これはこれはあれですね、バーベキューやった時です。懐かしい人が、はい、あ、そうですそうです。北ヶ崎って言うんですけど、はい、前まで一緒にジフでやってて、うん、今は群馬のチームでやってるんですけど、この串刺しの野菜がなんかもういかにもですね、自分たちで串刺してやったぜっていう写真ですね。ザ・バーベキュー。待って、エリンギ立ってますもんね。立ってます。あれさっき立ち方分かんなくて。立ってちゃった。楽しい。いつもこういう感じですか？アクティブにオフは過ごす。そうですね。はい。これ最近ですか？これ最近です。うん。じゃあ夏休みの思い出。はい。へー。もう一枚あるのかな？はい。あ、焼いてるの？あ、そうです。大家と船なんですけど。この二人が基本働く係でした。働く係、はい、焼いてもらって、焼いてもらって、で、さっきの二人で食べるみたいな。いい分だ。働き者です、働き者です、はい、あのこのオフって中断期間って割と休みはしっかりあったんですか？長いこう連続した休みっていうよりかは、まあ、3日3日とかで分けて、はい、近場で楽しんでたんですか？そうですね、遠くよりかは近場で遊んでたことが多かったですね。すごい楽しそう。本当仲いいのが分かりますね。仲いいですね。さらにさらにお写真見ていきましょう。あ、かわいい。手前が、はい、うちで飼ってるヨークシャーテリア。名前は？フータです。フータ、はい、で奥のワンちゃんは、あ、そうです、シノちゃんなんですけど、うん、今2部のシルフィーで撮影してる松浦なぎさんちの愛犬の、じゃあ一緒に遊びに行ったんですか？はい、一緒にお散歩に行きました。かわいい、かわいい、はい、もう飼って長いんですか？飼ってまた3年目ですね。あ、そうなんだ、はい、かわいい。もう暑くても下ずっと出てる。食べてるね。暑いんですよ。しょうがない、しょうがない。暑い。そう。さらにさらに写真が。あともう一枚？そうです。あら、いちご狩りで、めちゃくちゃ上手いよ。めっちゃいい写真。写真が上手。そう、もうこれがベストショットって感じで。すごい。ね、ちゃんと奥がちょっと、はい、
とぼけてて、うん、でいちご狩り行ったよ。さっきのあのマザー牧場行ったメンバーで、マザー牧場の前に行って、うん、みんなで美味しいいちご食べたんですけど、このピントのね合わせ具合もめちゃめちゃおしゃれな、うん、カタログみたいな、ね、ベストギャルの中では、はい、あディズニー行きますかっていう質問来てますよ。ディズニー、あ、まあ結構行く、ね、行きます好きっていうことで。あ、そうですそうです。昔年パスも持ってた。あ、持ってましたね年パス、はい、今はそれそんなにどのぐらいですか。そうですね、でも、まあ、年パスの時よりかは回数は減りましたけど、まあ、それでも、まあ、他の人と比べたら結構行ってる。どのぐらいですか年間。年間どれぐらいだ。行ってる時は、まあ、1ヶ月に2回行ってる時もあるし。え、ランドとシーどっち派ですか。ランドですね。ランド、はい、何が誰、え、キャラクター誰が一番好きだ。キャラクターはチップとデールです。あ、そうなんだ、はい、ディズニー好きの人ってチップとデール好きな人多くないですか。そうなんですか。ドナルドも結構多いですよね。そうなんだ。ドナルドも多いし、グッズとか持っちゃう。あ、耳とかつけるんですか。耳とかはあんまつけないかな。つけてほしいでも初めの方はめっちゃ買ってました。あ、そうなんだ。メニューは結構飾ってます。はい、ディズニー好きやっぱ千葉、はい、千葉の、ね、確かに。でも行きやすいですよね。行きやすいですね、うん、ね、家からも、はい、電車で 2,30 分くらいで行けちゃうんで、うん、はい、もう移籍したくないってディズニーのためにみたいな他に趣味って ありますか。あとは、まあ、カメラが好きで。だからさっきの写真みたいに。あ、そうですね、いいカメラで一眼レフ持ってて。一眼持ってるですね、はい、ニコンのやつ持ってたんですけど、今壊れてて今修理中なんですけどよくそれ持って出かけたりします。でもお出かけが好きだからそういうカメラとかも楽しいですよね。そうですね、楽しいです、うん、今携帯でももう結構綺麗に撮れるんですか。確かに。なんでそれでもいいようにどうやったら撮れるかっていうのを自分でやってます。いろいろ SNS とかもアップして。あ、そうですね、はい。女子力高いですね。あ、ですか、まあ、どんどん出していこうと思って、はい、女子力を自分女子力高いなって思うとこあります。どうなんだろう。ちらあれ、ちらないか。だから違う女子力が。確かに。どうなん、種類が違う女子力が多分。いや、でもそこまで、多分そこまで高いみたいなことは自分の中ではあんま思わないです、でもさっきあの、うん、メーカーの写真をすっごい自分の先生みんなものすごく綺麗に撮ってもらってて、うん、お化粧してもらったんですよね。はあれは、はい、専門学校の生徒さんたちが来てくれて。そういう時上がりますか、はい、やってもらったら。あ、もうあれ違うみたいな。すごい可愛い、はい、あの写真めっちゃ可愛い今も可愛いけどあの写真やっぱりもう1年間使われ続けるじゃないですか、うん、はい、その日の写真って結構気合入りますよね。気合入りますね、はい、今年やっちゃったなみたいな。ありますありましたありました、過去に可愛い可愛い可愛いこれ可愛い、いいぞいいぞ女子はそんなに髪型とかめっちゃ変わったのしないけど、うん、男子で、あ、やっちゃってるなみたいな時もありますよねこの写真はちょっとみたいな時もあったりしますよねさて続いて、じゃあ山根選手の写真を、はい、皆さんお待ちかねのスペインのお話聞いていきましょう。まずはお写真こちらです。うわー、綺麗。これ何ですか。これはセビージャの、大聖堂カテドラルと写真です。外本当大きくて。家の近くなんですか。家、中心部まで歩いて25分とか30分ぐらい。バスだと普通にすぐ行けちゃうんで、うん、セビージャっていうのはセビリアとセビージャってどっちを使うんですか。どっちを使うんですかね。セビージャって、スペイン語の発音的にはセビージャなんで、セビリアって言われた方が日本人の人にはピンとくるかもしれないですけど、ですね、いろんなあのセビリアの理髪師とかカルメンの舞台にもなってるんですかね。なんか私もどっちを言ったらいいのか分かんないんですけど、セビージャ、現地にいたものとしてはセビージャ言いたい、言いたいだけ。こういう建物が町中にあるんですか。町中ありますね。町中というか雰囲気がもうこういう形なんで、もう中心部は絵になる。すごい。スペイン語ってどうしたんですか。スペイン語勉強しました。行く前に。いや、行ってから、行く前もやってますけど、うん、やっぱり全然行ったところで全然分かんなかったんで、うん、ずっと続けて。なんとかなるもんなんですか、コミュニケーション。そうですね、なんとかするしかなかったですね。まあ、そうですよねやるしかない。通訳さんとかもいなかったんで、うん、しかもキーパーだと指示する立場じゃないですか。そうですね、余計ですよね。本当に最初必要な言葉、うん、こういう時はなんて言うのっていうので、うん、もう言ってもらった自分が使える言葉をひたすらまず覚えて、ひたすら覚えてっていう感じですね。すごい。でも2年経って、まあ、もう日常生活は
まあ、大丈夫かなっていうくらいにはなれたんで、まあ、せっかくなんで勉強を続けようかなとは思ってます。あ、日本でもせっかくここまで。そうですよね、忘れちゃったらもったいないですもんね、うん、ではお写真続いては、わー、綺麗、ね、これはどこですか。ここもあのセビージャのスペイン広場っていう、さっきのカテドラルとここが結構有名なセビジャの有名な観光スポット。すごい綺麗な写真。空も綺麗だし、空がねスペイン本当に空が綺麗だったんですよ。私なんかぼーっと空見たりするの結構好きで、もうでこの建物だからなんかもう撮らないわけにはいかないですよね、これ。こう風景の写真多いんですけど、はい、自撮りとかは絶対しないですよ。こういうのとかですよね。そう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 、もう寒気がするんですよ。やってほしい。ステージバーですね。じゃあ自分の写真の前からね、確かにいい写真撮れる。自撮り棒として。なんか人が多い時は頼まれたらやるんですけど、うん、自ら自撮りをすることもうないですね。そうなんですね。自分が写ってる写真が自分のスマホにほぼほぼない。サッカーの写真か、うん、風景の写真か、たまにご飯の写真がある。確かにスペインのご飯って気になりますけど、今回は持ってきてもらってないんですよね、写真。なんか見たんですけど、あのスペインっぽい感じのものが全然なかった。あのパエリアの大鍋綺麗に、うん、イメージパエリアっていうのも全然なかったですよ。何をしていたんですか。何をしていたんですか。何をしていたんですか。もう一枚ありますか。うわあ、これはバス、メティスのバス。かっこいいな、この感じ。ちょっとなんかあのチームのなんか啓発活動のイベントみたいなのをやった時に、うん、あのこのさっきの写真のスペイン広場にベティスのバス入ってたんで、もうバスがおしゃれですね。バスおしゃれですよね。かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいい、うん、これ絵になりますね。でも男子が使わない時は女子乗れるんですけど、はい、やっぱ違うんです。普段は違うバスを使うんですね。そうなんですよ、やっぱ男子、うん、男子がもうそりゃ優先ですので、うん、質問で乾選手との絡みありましたとか来てましたけど、うん、それがですね全然ない、ちょっと挨拶するぐらい、うん、へあの一緒に日本で乾さんの入団会見があった時はご一緒したんですけど、うん、向こう行ってからはあのちょうど男子の練習中に女子の練習が始まって、あそうなんだ、で終わる自分たちの私の練習が終わった頃にはもういらっしゃらないので、あ超時間がずれちゃったね、はい、まあ、たまに被ったりして、うん、こうそっとシュート練習のぞいたりとかはしてましたけど、割と遠い存在ですね、はい、で私も緊張しちゃって全然あの自ら声かけに行ったかも行けなかったんで、ね、人見知りですか。あ人見知りです。そうなんですか。今の感じだと全然そういう風に見えないけど、意外とそうなんですね。オープンの場は全然大丈夫なんですけど、結構人見知りです。あそうなんだ。なんか帰ってきた時もすごかったよね。オフってなったらもうだから前髪切らないんです。それはもう隠してるんですね。なるほど、壁なんですね。それそうです、一応あの人見知りセンサーみたいな。センサーでそれでさっと隠すんですね。今オフですよっていう。そうなんです。日本人コミュニティでなんかこう仲良くしたりみたいなのはあんまり現地じゃなかったんですか。いや何人か、向こうでのレストランでシェフやられてる日本人の方とか、あとはあの普通に現地でずっと20年ぐらい住んでて働かれてる日本人の女性の方とか、あとはあの奥さんが日本人で、日本に昔7年ぐらい住んでたっていう、うん、あの日本語も英語もスペイン語ももちろん喋れる方に、うん、スペイン人の方なんですけど、日本語で普通にやり取りできたんで、いろいろお世話になってお宅にもお邪魔したりして、その料理のその時にごちそうになった料理の写真はあったんですけど、完全に日本食だったんで、あこれあったんですね。あるにはあったんですけど、うん、日本だなと思ったんで、うん、あのちょっとあの除外されたんですね。除外されちゃいました。で次の写真見てみますか。わこれも別角度の、これ iPhone の写真、ね、iPhone の写真です。綺麗に撮れる、すごい綺麗。もうな日常的にこういう景色が広がってるんですね。そうですね、羨ましい。本当に空なんかこう、うん、本当になんかアプリで加工したかのような
ね、雲の形とかも。ここ結構映画の撮影とかにも使われてたりして、うん、絵になりますね。結構有名な、いや本当になんかそういうところが日常にあったって、なんか今思えば幸せだったんだなってすごい思いますね、うんうんうん、はい、旅行先としてはおすすめですか、セビージャ。おすすめです。あのただ夏はすごく暑いので、夏はおすすめできないです。あ、そうなんですね。じゃあ秋から春にかけて。そうですね、ただ夏がものすごい長いんで、10月ぐらいとか行ってもまだ30度とかで、うん、そうなんだ、はい、何が美味しいんですか。何もう何でも美味しいです、スペイン。本当にもうパエリアはまあもちろん有名ですし、うん、スペインホームレツ、パエジャって言って、うん、スペインホームレツとかもあれですけど、まあ、でもやっぱ一番は生ハムが。生ハム、生ハムが日本と違うんですか。なんかもう日本のスーパーで買った生ハム、生ハムだったのかなって思うぐらい。じゃあ私たち食べてるの生ハムじゃなかったのかもしれないって思うぐらいの衝撃でした。最初塊で切ってくれるようなやつ。そうです、それがこう日常でも、はい、どんなんだ。ということは割とビールとかワインとかも。あ、もう大好きですよ。ああ生ハム美味しいって言うとそうなりますよね。大好き、結構、はい、お酒もいただきますよ。向こうの人はもうよく飲みそうですもんね。そうですね、もうお昼休みに一杯ビール。へえ、水より安いかったりするんで。それがすごいですよね。すごいですよ、水より安いってすごい、うん、いや素敵ですよね。一杯コップ、グラス一杯1ユーロとかですよ。うわ安い、そりゃ飲んじゃうよ。飲みたいよそりゃっていう。日本に帰ってきたのはもう8月、いつ帰ってきたんですか。一度5月末から一応オフで帰ってきてたんですけど、うん、まあそれを間に、まあ、ちょっといろいろあったので一回荷物取りに行って正式に帰ってきたのが8月1日で、うん、でそこで遺跡もリリースしていただいて、うん、じゃあまだ引っ越したてでバタバタですね。バタバタですね。やっと2週間前に自分の家に入って、それまであのチームメイトのお宅居候させてもらってたんで、本当にオフがオフじゃない状態ですよね今。はい、もうそうですね、家作り。毎日何か作ってるみたいな感じですか。毎日何かしら、荷物を受け取るか、段ボールを開けるか組み立てるか。組み立てるか。なかなか休まれない。大物のベッドフレームっていうのが今まだ最後の課題が残ってるんで、いろいろ届いた後にベッドフレームって一番難しい状態ですよね。ちょっと入りづらいですよ。でかいし。そうなんですよ、どこで組み立てようかねっていう話なんですけど、まあ、なんとか頑張りたいと思います。鍛えてるんで。鍛えてるんで、そのためにそのために怪我しないように気をつけてください、ね、確かに大事な手だから、やりすぎで認定してますね。はい、以上私の趣味とオフの過ごし方でした。もう時間が全然足りないんですよね。さあ続いて3つ目の企画に移ります。こちらです。視聴者の皆さんとカフェトーク。結構たくさんの質問などコメントなどいただいていまして、延長していいんですか。いいです、全然多少オーバーしてもそのまま放送し続けられるんで、それがいい、はい、いいところですね、はい。もういろいろ質問来てますが、イビサ島行きましたかって。イビサは行ってないですね。有名ですよね、イビサって。そうですね、結構一人でいろんなとこフラフラするタイプですか。フラフラはするんですけど、そんなに遠くまでフラフラしないっていう。うん、ま、マドリッド、バルセロナはまあ硬いところで行ったんですけど、ちゃんとサグラダ・ファミリアを見たくて、うん、あバルセロナは見たことないんですよ私まだ。どうでした。素敵でした。やっぱりその写真出したらよかったですかね。本当だ。いますな。ちょっともう結構1年前、うんうん、1年目のオフ入る前に行ったんで、じゃあ結構前も遡らないといけなかったんで、ったんでスクロールがめんどくさかった。そうですね、はい、大変でした。ジェフの男子チームと交流ありますか、うん、とかどうですか。あるもんですか。この前あれですね、ジェフのファミリーでバーベキュー。へえ、あ、なるほど、そういうのがあるんですね。はい、特にこう親交のある選手とか話、うん、いやそんなに誰と誰みたいな感じはないですね。うん、ベタに昔何人かいたんですけど、今はもう全然メンバーも変わられて、あ、遺跡とかで、はい、また、はい、ちょっと飛び込んで
言っちゃいますかね人見知りなのに人見知りなのにその辺もちょっとそうでした人見知りでしたあと好きな食べ物っていう本当にもう基本的な質問が、うん、あの皆さん今チャンスですから質問どんどん送ってください。好きな食べ物なんですか。好きな食べ物は何ですか。何ですか。あれオムライスかな。あ、可愛い。オムライス大好きです。自分で作ったりします。はい、自分でオムライスが好きで自分でどんぐらい卵ふわふわなのが作れるかっていうのやってます。じゃあかなりうまくなりました。あ、なったと思ってます。あのタルタルのふわふわのが作れるんですか。いや、多分想像してるトロトロとふわふわよりは全然ふわふわじゃないですけど自分の中では難しいよ、ね、満足できるくらいのものはできるようになりました。それさえできれば完璧ですよね。はい、いや卵は難しいですよ。すぐ火通っちゃいますから。専門家の研究が専門家でできた。結構新しい料理するんで。そうなんですね。ちょっとふわふわ卵とか思いますけど。難しいです。好きな食べ物は私広島出身なんで広島風のお好み焼きです。お広島風のって言えるんですかそこは。広島風あの麺が入ってるやつですか。うん、そうです。うん、はい、あれ家で作るんですか。あ、作れますよ。コテ持ってんですか。コテは、あ、うちの家は金属のちゃんとコテあります。ちゃんと、はい、うちは父が作るんですけど、実家では。あ、そうなんだ。はい、で、こっちでホームパーティーしてお好み焼き食べたいって言われたら、全然作ります。へぇー。かっこいい。で、自宅に招いた時は、あの料理の準備とか、うん、作ることに関しては一切あのみんな、手を出さずにあのお客様なのでっていう感じで全部やるんで、そういう写真、そういう写真がねまだない。待って待って言っていい。選ばれしメンバーしか来れません。頑張ろう。選抜メンバー。選抜メンバー。選抜しますから。そんな回数は多く開催されないんですね。そうですね。年に2回。少ない。全員に選ばれし者だけがいける。選ばれし者だけが。じゃあ選抜。候補に挙げてる。立候補制で。もう上野は今年選抜でしたんで。よっしゃ食べれる。じゃあその時の写真をぜひ残しておいてください。はい、でまず家を片付けないとですね。そうですね。だんだん片付いてきたんですけど。できてない。なんとなくまだ物の位置が定まらない。うん、そこをしっくりくるようになったら。しっくりくるようになったら。開催されるんですね。はい。おあ、ライバルのセビージャとベティス、うん、どちらが人気という質問も。いやそれ私に聞いたらベティスって言いますよ。そうですよね。そこは聞いたらベティスって言いますけど、どうですかね。やっぱ世界的に認知度が高いのはセビージャなのかなって思いますけど、ベティスファン、街では私はベティスファンの方に出会うことの方が多かったですかね。で普通にあの歩いてて、うん、車のクラクションめっちゃ聞こえると思ったらすっごい手振ってくれてるとか、バイクで通り過ぎたはずのお兄ちゃんがまた戻ってきて見てるよいつもって、ムショベティスって言ってエリナバモスって言って、はい、かっこいい、あーありがとうみたいな、そんな感じでした。すごいめっちゃいいですねそういう環境、うん、すごい女子も男子もこうやっぱ熱狂的に応援してくれてるっていう感じ。そうですね、あのもうベティスファンは、うん、まあサッカー、男子のサッカーが一番メインですけど、うん、あとフットサルとあのバスケのチームもあったんですね、うん、で結構もうどの競技も見てるっていう人が結構、はい、多かったんで、女子ももちろん見てくださってて嬉しいですよね。嬉しいですね。日本でももちろんサポーターの人いますけど、そんなすごい話しかけてきたりいいよとかって、やっぱちょっとそういうサポーターの感じも違いますか。そうですね、なんかこう日本は話しかけちゃいけないというか、ずっかりもありますよね。遠慮しがちに来てくださる方が多いと思うんですけど、もう向こうは見つけたら写真撮ってってすぐ来たり、あともう本当にそうやって車の中からでもコミュニケーション取ってくれたり、嬉しい、なんかそれが多分普通の形なんですかね、みんなにとって認められた気がしますよね、街にも。そうですね、あ、なんか声かけられること増えてきたなってちょっと嬉しかったですね、はい。プロなんですか契約としては。そうですね、はい。あ、じゃあもう専念してサッカーに。そうですね、サッカーとあと勉強、スペイン語の勉強と、うん、で、まあ、自分でいろいろ勉強したかったこともちょっと始めてみたりとかしていろいろと充実でした。さっき質問で男子でも女子でもプレーが好きな選手いますか。男子でも女子でも
プレーが好きな選手ですか。国内海外難しいな。ワールドカップ見ててこの前の女子の、うん、あのイングランド代表のフラン・カービー選手ー10番のはすごい見てて楽しかったです。はい、確かに。どういうところが、もうとりあえず見てたい、上手くって、うん、ドリブルでもう相手剥がしていく姿をずっと見てたんで、うん、でメン選手もこうサイドバックだけどドリブルめちゃくちゃ上手いですもんね。攻撃好きで、うん、ちょっとドリブルしていくことが多いですね。はい、やっぱそういう自分のこう好きなプレーが引っかかる選手っていうのはやっぱ見ちゃいますか。それで見てたのかもしれないですけど、うん、本当に見ててもうなんか1位ファンみたいな形で見てましたね。はい、山根選手どうですか。私はどうですかね、やっぱすごいなって思った選手は、うん、あのベティスの17番、男子の17番のフォアキンさん、フォアキン選手、元スペイン代表の、うん、あのもう37歳とか、あ、大ベテラン、もう大ベテランのもうレジェンドなんですけど、いやもうポジションがサイドなんですけど、うん、サイドの攻撃の選手で結構こう衰えとかも出てくるじゃないですか、うん、やっぱり30代後半全然そんなことなくて、うん、キレッキレで、で人柄もなんかすごくフランクで、へー、なんかすごい、あ、レジェンドとはこういう人なんだっていうのをすごく見てくることができたんで、はい、なんかちょっと密かに憧れて覗いてました。いっぱい刺激がありますね、海外行くと。本当いい経験ですね。そうですね、もっともっと出てってほしいなと思います、若い選手には。海外にもう行きたい気持ちがあって、行けるチャンスがあるのであれば、うん、もしくは自分でチャンスを見つけられたのであれば、うん、行ってほしいなって思いますね。日本がダメとかそういうことではなく、うん、やっぱり自分の経験というか、あの吸収するものがやっぱりまた増えると思うので、うん、で物の見方とか価値観とかも変わってくると思うので、うん、チャンスがあれば行ってほしいですし、何かお手伝いできることがあれば私もお手伝いしたいなって思ってるので。優しい。じゃあこちらまでご連絡をとか言って、はい、急にアドレスみたいにしてしかも個人の LINE 順が出さないですよ。教えないですよ、山田選手の LINE こちらですみたいな。教えないよ、 LINE の秘密だよ。ということで、はい、大変な時間が長くなってきたので、もう1時間延長ということで、延長で、ちょっと延長で視聴者の皆さんとカフェトークで一旦コマーシャルです。そうですか、そう、選手にも出ていただいたんですけど、まあ、まあ、出ていただけると思ってなかったんで。Now it's gonna be very Abraça Saka Kin e todos os torcedores madridistas aqui do Japão. さて、それでは今週末9月7日から8日にかけて開催されますなでしこリーグ1部第11節の対戦カードをご紹介します。はい、こちらです。7日土曜日に3試合、そして日曜日に2試合ありますが、はい、ジェフは日テレベレーザと日曜日の5時からですね、はいはい、どうですかこの試合の意気込みは。いやもう、まあ、順位表にもある通り、うん、もう首位走ってるので相手は、はい、もう自分たちはぶつかっていくだけだと思ってます、ね、でも勝ち点はまだまだもうすぐ追いつける、1試合2試合で追いつける。そうですね、そこで負けると開いちゃうので、はい、どうにか勝ち点を取りに行きたいですね、うん、もうたくさん応援してもらったらしてもらっただけ力も出ますしね、うん、はい、山根選手はそろそろどうですか。そうですね、やっとスタートラインに立てたいよいよ登録できたので、あとはもうコンディションとか、うん、チームの具合とか、まあ、どうなるかは全くわからないですね。本当にあの新加入なので、新加入、新加入なので、はい、
フレッシュかどうかはちょっとカッコしていただいてカッコフレッシュね、はい、なんで、まあ、でもなんとかチャンスがあればチームの力になれるように仕事ができたらいいなとは準備いつでもしてるので、はい、そういうふうには思ってます、はい。ゆーちゃんの注目の試合はありますか？そうですね、仙台が先日アイナックに勝利して再開迎えたので、ちょっとこの試合も注目ですね。確かにそうですね、後半戦どこまで上がってくるか気になりますね、うんうん、そうですね、ちょっとエンジンかかった感じもしますもんね、うんうん、はい。続いて同じく9月7日8日に開催されます2部の対戦カードをご紹介しましょう。2部はこちらとなっています、はい、こちらもちょっと上位はやっぱり混戦なの で、はい、そうですね、どう入れ替わるか分かりませんよね、うん、このスフィーダ世田谷対エルフェンの試合は11時からなんですけど、この後、まあ、5時からちょっと時間いっちゃうんですけど J3 の試合もこの後同じ西ヶ丘でやるので、あ、はい、じゃあまた2試合見られるという。そうなんです、まあ、一緒のチケットではないと思うんですけど、ちょっと時間もいっちゃうので、まあ、ちょっと難しい可能性もあるんですけど、ね、ちょっと時間を潰してもらって うろうろしてもらってちょっとこの試合も気になるので、ちょっと会場行けたら、私もこの J3 の試合中継で入るので、その前に早く行ってこの試合見たいなと思ってます。ぜひ行ってみてください、はい、ね、味の素ビルの西ヶ丘すごいピッチ近いから本当見るのいいですよね、あそこは。はい、ということで2部も7日8日と、ご試合行われますので、こちらも注目してください。さて、あ、そうだそうだ、チームからの、お知らせがございました、はい、今後のホームゲームの日程のご紹介です。こちら8日が日テレベレーザーで、はい、で下にねホームが続くんですね、はい、2試合連続ホームで、ホームホームアウェアウェイで月曜日、うん、祝日祝日が続いて、うん、でその後その後10月のアウェイ29日連戦で、うん、10月12日イワナ運動公園だっけ、伊賀線ちょっと遠いんですけど、うんうん、はい、ぜひ見てる方から素朴な疑問で、ホームだけどいろいろあるんだねっていう、あ、いろいろありますね、はい、そうね、ジフのホームゲームは結構幅が広いですね、うん、今週は楽しいですね、習志野市、うん、で私たち練習場が習志野市が拠点なので、習志野、市原で、イワナはそうです、桜で、福ありは千葉、うん、だから全部市が違います、ね、はい、いろんなところ、成田に行ったりすることもあるんで、はい、遠足、本当に遠足気分で、日本へ行く人がこう、はい、ね、場所間違えたら大変なことになりますね確かに遠いんでね、場所が全部ちゃんとホームゲームでもチェックして行ってください、はい、またアウェイもね、アウェイで、その旅行気分で行けますから、うん、はい、しっかりチェックして。オリプリはあれです、市原臨海のことです。あ、オリプリ、はい、略してあるから命名権でネーミングライツがついたんですが、うんうん、旧市原臨海競技場です。ありがとう、分かりやすい、はい、解説いただいてそしてそしてチケットの購入方法についてはですね、はい、今チャット欄に出てます、はい、はい、ホームページからご覧いただいたりすると買えますからね、ぜひスタジアムに足を運んで、その生のなでしこの試合を見てみてください、はい、はい。そして、オンラインショップでですね、はい、今学習のグッズを販売しておりまして、やっとみんななんか何が並んでるんだろうと思ったかもしれませんけど、気になったと思いますよ。まず新発売のものが、うん、そこに、ね、すいませんね、下に入ってるんですけど、これが、レディースミニフォトフラッグというフラッグでございます。誰、これは実は買っても何番が入ってるか分かんないんですよ、はい、開けてのお楽しみ、どの選手が出るか、どの選手が出てくるかお楽しみで、2番から22番まで隠してる隠してる出して、せっかくだから、ね、これね、私はまだないので、うん、これからできるんですね、写真がないので、あ、今季ないかな、車に貼り付けれるんだよ、わかんないな、車に貼ったりとか、車に、会社のデスクに貼ったりとか、うん、貼ってくれるかな、車に、基盤がついてますかでもね、もしかしてこれ貼ってたら、ね、通りかかって、あれ貼ってあると思ったら、ちょっと挨拶しようかな、確かに速攻逃げます私ちょっと人見知り
続いて気になってますよね、はい、皆さんモンチッチのコラボ人形がいいめっちゃ可愛 いこれいいモンチッチって久しぶりに見ましたね。ね、可愛 い, かわ い, いちょっとねピンクの方ユニフォーム脱げかけてるのが気になるこれセットで欲しいですね税込み3240円です。一体ずつですよね。一体ずつ3240円。見てほしいですね。ね、これ並んでると可愛い。めちゃめちゃ可愛い。あとですね、変身ぬいぐるみネックピローというのがあれで、あ、ここにあった。ここにいました。これ。こう枕にもなるし。可愛い。開けると。開くんだ。開けると。ああ。あ、移動中に。できるやつだ。すごい。あの。飛行機とか乗るときに使えるようなこういうことですよね。そういうこと。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。これあの遠征の移動にどうですか、ね。どうですか。バスでこれ使ってめちゃくちゃかわいいですよ。サポーター皆さんも移動が長いと思うので、雨の改善にもぜひ使っていただいたり。収納できるのまたいいですね。いいですね。めちゃめちゃかわいい。こちらは3780円でございます。あと帽子かわいい。かぶっていいのかな。いいですか。ゆーちゃんかぶるとめっちゃ可愛いんじゃないですか、うん、あ、かわいい。かわいいもん。かわいい。これで応援に来てもらったらめっちゃスタンドすっごいかわいいですよ、ね、これ。この人いっぱいいたら。こんなのも。すごいグッズ豊富ですよね。ねそうですね。なんかね、知らないものもあったりして、うんうん、あの勉強しときます。男女両方使えるし、男子の試合でも使えるし。はい、かわいい。抱えてたのってこれですか。それです。はい、私あのごめんなさいね、延長してるのにこの話しちゃうと思うんですけどジェフの男子の試合の取材とかいた時に、はい、山根選手がこうやってぬいぐるみをいつもこう抱えてて、あ、めっちゃ可愛いと思ってたんですよ。こんな大きかったんですね、ぬいぐるみ。でかかったですよもうちょっとちっちゃく見えてたんですよですよね。なんかね、私にはすごいはあのこうやったらハマるいいサイズ感なんですよ。これ持って歩いてるんですか。そう、持ってこうやってあのスタジアムの中をめっちゃ可愛いです。そう、受付のあたりをこうやってフラフラってこう歩いてるのを見て、ぬいぐるみ好きなんだ可愛いってずっと見てたんですよ。はい、特にぬいぐるみが好きというわけではなく、ハマったんですね。居心地が良かったんで居心地がで、すごいなって、ね、渡されてたんで、いつもあの、はいはい、そうで、今日さっきそれこれをこう抱っこした時にめっちゃ大きくて、え、まさかこれだったのかなと思ったそれなんですよ。もうこれなんです。私ちょうどいいんですよこれも販売中で、はい、特大の、はい、めっちゃ大きいですよ。こんな大きいですよ、これ実際抱っこするとね、子供さんが喜びそうな感じですけど、ね、触り心地いいんで、はい、こちらもですね、ホームページからオンラインショップで、公式オンラインショップで買えますので、ぜひぜひぜひチェックしてみてください。かわいい。かわいいですよ。さて続いて、はい、なでしこジャパンの試合情報もお伝えしましょうか。はい、はい、10月11月に公式戦が2試合行われます。はい、まず10月6日日曜日、国際親善試合カナダ戦が静岡県の IAI スタジアム日本平で開催します。14時30分キックオフ、はい、で、相手はカナダ。カナダです。はい、TBS 系列で生中継の予定です。そして11月10日日曜日、MS&ID カップ、 MS&AD カップ、 AD カップアルファベットだからしょうがないね。しょうがないしょうがないはい、が、もう一回やりますね。はい、もう一回行きましょうMS&AD カップ2019が福岡の北九州スタジアムで15時キックオフで行われます。はい、こちらは対戦相手と放送局がまだ未定なので順次お伝えします。他の三国スタジアム、はい、ギラバンツ北九州のホームスタジアムなんですけど、はい、サッカー専用で、はい、最近できたんですよね。めっちゃ綺麗。海の、あ、そうです、海に近い、あの海ポチャがあるという。そうそうそう、はい、予選で撮りに行く、ありましたありました。結構あのスタジアムがオープンしてすぐぐらいにすぐありましたですよね。はい、船で撮りに行くっていう、はい、めちゃめちゃいいスタジアムですよね。ほんと本当綺麗ですからね。それこそ旅行がてら、はい、ぜひなでしこリーグとともに、はい、なでしこジャパンの活躍もご注目ください。はい、ください。最後に番組からのお知らせです。週1なでしこカフェは今後毎週木曜日12時から番組を配信しています。来週9月12日はなでしこリーグ2部所属チフレ ASL フェン埼玉から荒川恵理子選手と長野風花選手がゲスト出演しますので お楽しみに。楽しみ。
では、はい、だいぶ延長してますがもう名残惜しいんですが最後にじゃあお二人から皆さんにメッセージを一言ずついただけますか。じゃあジェフレディースは走る戦いを 今もこれからも継続して、まあ、リーグ目標の、3位以内を目指して戦っていきますのでよろしくお願いします。はい、そして山根選手。はい、私は、まあ、日本に復帰して早速ですが、まあ、いろいろ2年間で経験した、してきたことも含め、いろいろと日本にまた自分のチームだったり、まあ、なでしこリーグに何か還元できることがあればっていうのと、まあ、もちろん自分自身ももう少し上を目指して頑張っていこうと思ってるので、ぜひまた会場でたくさんのなでしこリーグファンの方とお会いできたら嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。はい、最後にちょっと質問が来て、はい、山根選手の背番号の由来は何ですかって、元マリーゼファンの方から。はい、青岡健さんから。背番号の由来ですか。27番、一番後ろの番号今26番ぐらいまで埋まってるんですよ多分強化指定の子も含め26、その後が27だった。ただそれだけです。そうなんですね。全然選んでないです。ラッキー、もう有無を言わさずマネージャーから背番号27、うん、背中に入れる名前どうするっていう連絡が来て、そういう連絡が決まってたんですよ、はいはい、なので背中の名前をどうするか選ぶだけだったっていう。山根で、ローマ字で山根でお願いします。シンプルですね。シンプルだ。そうです、前は17番だったんですけど、今は新人の好みが。なるほど、わかりました、わかりましたって。すごいシンプルな理由でした特に意味はないです。多分来年あたり変わるんじゃないですか分かんないですけど、はい、今シーズンは27番でぜひ皆さん応援して、応援してください、はい、さあだいぶオーバーしましたが、はい、そろそろお別れの時間となりました、ぜひね、後半戦なでしこリーグ全部ももちろんですがジェフレディースもしっかりと応援していってください、ここまでのお相手は森口香織と長谷川優と上野咲希選手と山根恵里奈選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週。